皆さんこんにちは、こんばんは、レオでございます。ここは東北新幹線の終点、新青森駅です。北海道新幹線の始発駅でもあります新青森駅なんですけれども、前回青森駅急いでですね乗り込みまして、この特急じゃないや新幹線のはやぶさ号に間に合わせるために頑張りました。始発列車です。これなんかね、臨時のはやぶさ号だったんじゃなかったかな、そんな感じです。なんか臨時らしいですね。ということでこのはやぶさ号を乗りましてですね、今回 JR 東日本パス、鉄道開業150年の記念パスを使っているんですけれども、指定席4回使えるんですが、この新青森から盛岡の間は立ち席特急券という扱いで乗車することができますので、指定席の、空いている座席に座ってもいいということになっておりますので、今回はその利用、制度を利用してですね、盛岡まで向かいたいと思っております。ということで、空いてる座席はですね、駅ネットなどで、座席表を見ることができますので、事前に確認し、この席には新青森から盛岡まで人が乗ってこないことを確認した上でちゃんと乗車しておりますので、だいたいね、座席が座ってる方が後から来たらですね、乗かなきゃいけないっていうシステムです。すいませんって言ってね、場悪い感じになっちゃうので、なので僕は事前にそういうことがないように、事前に座席表を見て、その席には誰も来ないということを確認した上できちんと乗っておりますので大丈夫です。ということで新青森駅を出発、結構天気が晴れてきました。次は岩手県の盛岡まで止まり、あ、嘘です、八戸止まります。八戸盛岡です。なんだかんだで本日は新幹線初乗車です。新幹線自由席とかだったら乗り放題ですので、どんどん乗っていきましょう。お金はタダですから、タダって言っても2万2000円なんですけれども、それ以外はかかりませんので、タダも当然です。で岩手県の県庁所在地盛岡駅に到着でございます。盛岡駅といったらの名物はこれです。秋田新幹線がこっから合流しまして、こっから E6 系と E5 系が連結、小町号とはやぶさ号が連結するという名物となっております。この日は日曜日、みんなそれ目当てでブワーッと人が集まっておりました。この連結作業はですね、一度見たことがあるんですけれども、久しぶりに見ることになりました。いやー、これはいつ見てもいいですよね。盛岡ならではって感じがします。
盛岡駅からバスに揺られること数分、盛岡城跡に到着しました。国捨て跡ということでして、ここはですね、なんかかなり素晴らしい盛岡城が建っていたと言われておりまして、まあ江戸時代の頃にも結構ですね、いろいろとすごかったみたいなことが書かれておりますけれども、結構洪水にも見舞われたみたいですね。この辺川が流れておりますから、それで、結構ね、苦労したみたいなことも書いておりますね。今回ね、盛岡に来たのはですね、盛岡駅って降りたことはあるんですけれども、ちゃんと観光して回ったことは一度もなかったんですよ。で、今回もまああんまり時間はないんですけれども、少し時間をとってですね、この盛岡周辺の行けるところの観光地だけでもちょっと行ってみようかなということで、この盛岡城跡にやってまいりました。開園100周年を記念して盛岡城跡公園と愛称をつけたみたいな、そういったことも書いてありますね。明治時代にその整備したみたいですよ。これがその跡地みたいな感じなんですけども、なんですかねこれこれドーンと構えられてるんですけども、まあ普通に公園ですので子供たちが遊んでいたりするんですけれども、盛岡城跡結構上の方にありまして、かなり登ってきたんですけれども、ちょっと木々がね生い茂ってて、あんまりいい景色とは言えないかなといった感じです。この木々がもうちょっとなければ、盛岡市内の街をもうちょっと見渡すことができたのかもしれません。そして盛岡城跡を見た後ですね、これその赤レンガがあるんですよ。これ東京駅みたいじゃないですか。これ東京駅と同じ、作った人が同じデザインしたりとか同じなのかが、手掛けたやつですので、完全に同じなんですね。こんな盛岡にも東京駅みたいな赤レンガがあるのかと思うんですけれども、これなかなか立派なものです。もともと銀行だったそうですね。岩手県の赤レンガの銀行、こうやって見ると結構立派なものだなということがよくわかります。赤レンガっていいですね。本当明治時代のこう象徴というか、明治といったらレンガ、赤レンガで作る建物が非常に多く、やっぱり歴史的なものを感じるなということがわかります。本当はね、中に入って見学とかもできるんですけれども、もうね、閉まった時間なんですが、ちょっとだけ中身を見ることができますけれども、結構内装もかなり豪華な、なんか豪勢な感じはしますよね。中に入って見学はしたかったんですが、残念ながら時間が足りませんでした。結構立派な赤レンガです。これですね、岩手銀行赤レンガ館。入って見学することができたんですけれども、もう17時を過ぎてしまったので残念です。岩手銀行旧本店本館ということで、重要文化財にも登録されているこの建物は、旧盛岡銀行として明治44年4月に竣工しましたと。設計者は日本銀行本店東京駅など手掛けた明治洋風の建築界の権威ということで、盛岡出身の方とも、手を取って、赤レンガの愛称で親しまれて作ったみたいな、そんな感じが書かれておりますね。結構立派なものです。なので、まあ、東京駅と同じようなものですよね。そして、大谷翔平のやつが貼りましたけれども、今、すっごい話題ですよね。大谷翔平、野球界ではかなり有名なんですけれども、岩手県出身ということで、岩手県では、その大谷翔平が活躍するたびに、結構ね、いろいろと話題になるということですね。岩手県内でも。そして、ちょっと歩いたところにですね、これ、何だと思いますか？ちょっと暗くて分かんなかったので、写真にしました。ナイトモード。これはですね、石割桜と言いまして、盛岡の司法裁判所の構内に存在するんですけども、寛永年間頃にですね、なんか南部の藩主の分家にあたるその庭園にあったと言われておりまして、これ、その岩の間にですね、桜がめきめきっと育っちゃったみたいで、その割れ目にですね、その桜の種が入って成長したという伝承も残っているみたいです。ということで、盛岡は以上です。盛岡駅。これを撮るのも久しぶりですけれども、いやー、あっという間に暗くなってまいりました。冬ですからね。暗くなるのも早くなりました。はやぶさ号が入線ですが、ここからははやぶさ号には乗ることができません。ここからはですね、やまびこ号も運行しておりますので、やまびこ号の自由席に乗車することだったら可能ですので、ちょっと時間はかかるんですけれども、これからですね、宮城県の仙台、東北行き、大都会の仙台に向けて出発していきたいと思っております。ということで、また新幹線の旅なんですけれども、自由席がめちゃめちゃ混んでて、通路側の座席、なんとか座ることができました。みんなデッキに立つ人も多かったので、まあ、まだ通路側に座れただけマシだったかなと思うぐらい大混雑でした。
日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は東北新幹線やまびこ号東京行きです。次は新花巻に停まります。ということで仙台駅に到着いたしました。いやー結構きつかったですね。自由席満帆ですから、ここからたくさん人が降りたんですけれども、仙台駅からもたくさん人が乗り込んでまして、相変わらず変わらない山彦号でした。自由席3号車までしかないですから、しょうがありません。ということで仙台に来たのは何でかというとこれです。牛タン弁当、そしてずんだシェイクです。もう仙台来たら必ずなんですけれども、絶対に食べるもの、そして飲むものとなっておりますが、本当は店で食べたかったんですけれども、ちょうど夜ご飯の時間で並んでましたので、ちょっと時間的に無理だったので牛タン弁当を買いました。そしてずんだシェイクね、これを合わせればもう仙台名物完了でしょう。これで仙台観光が完了といっても過言ではございません。まあ仙台は何度も来ましたし、今更見るものもありません。食べるものを食べればそれで OK。 いやこの牛タンがもうとにかく分厚くって、味付けが良くって、もう美味しいしかありません。もう見てくださいこれ、超うまかった。プリップリ、こんなに牛タンで美味しいんだなと改めて思うことができました。この仙台駅、もう仙台駅のこの感じね、とても大宮駅に似てるんですよ。いやー大宮から出発してなんか大宮に戻ってきたかなと思うぐらいにとても似ています。やっぱり仙台来たらここの写真を撮らなきゃいけないかなと思いますよね。仙台駅、仙台ステーション、毎回毎回新幹線で来ますけれども、あ、一回あれか、日立号で来たこともあったかな。必ず牛タンとかずんだシェイクを飲んで、そして仙台駅をもう出発です。次はですね、このはやぶさ64号というのに乗るんですけれども、このはやぶさ64号がなんと臨時列車なんですが、乗り換え案内にもちょっと出てこないんですよ。これ調べても調べても、この20時14分発の列車の案内が出てこないんですよね。そしてですね、駅のホームに上がったらですね、これ見てください、 E2 系なんですけれども、 E2 系の200系からが止まっておりましたよ。仙台止まりだったかな、ちょうどこの時間に入ってきたばかりだったようです。いや運がいい、これ時間調べてなかったんで全然知らなかったです。まさかいるとは思わなくて、これ一回ですね、僕の動画で大宮駅で撮った E2 系の200系カラーの動画を出しているんですけれども、それぶりでございます。お久しぶり、まさか出会えるとは思いもしませんでした。たまたまです。いや仙台駅で見られるとは思いもしませんでした。これいいですね、かっこいい200系カラーですよ。仙台駅で通るっていうのは結構いいもんですね。普段ではなかなか訪れることができない場所に、なかなかお目にかかれない列車に見ることができるというのも、またこれも旅の醍醐味だなというところでございます。今回の JR 東日本のパスはですね、本当に特別な面白い列車にもたくさん出会えたのですね、あの今後もね、あのこれ以外にもこの先もまたあの面白い列車に出会うことになりますので、それもお楽しみにしていただけたらなと思います。そしてグリーン車なんですけれども、この窓枠の感じがですね、なんかあの200系の当時の窓枠と同じように合わせてるとか合わせてないとか、なんかそんな感じらしいですね。いやー立派なものですよ、これをまじまじと見ることができるのっていいもんですわ。E2 系の200系からそんな長くは走らないと思いますけどね、見れるうちに 見ておきましょう。ということではやぶさ64号がやってきたんですけれども、これね、あの指定席、全部指定席で、まあ、今回のその4回のうちの指定席に取ったんですけれども、あやばい、はやぶさの指定席取ってねえなっつって、あの急いで調べたんですけども、他のはやぶさ号はもう満席だったんです。あやばいやばいやばい、どうしよう。そしたらこの64号がいたんですよ。たまたま座席が取れて通路側だったけど、やばいやばい、危ねえ、助けられたと思って、でその後乗り換え案内とかで調べたんですけど出てこない、何これ、俺は何の新幹線を取ったんだと調べたら臨時列車でした。しかしこの日に運行されるとは予定されてなかったのか、いやでも結構前から駅ネットに貼ってあったような気もしましたが、よくは分かりませんでしたが、これのおかげで、なんとか東京駅に行くことができました。ということで次回はですね、このはやぶさ64号臨時の列車からですね、東京駅に向かいまして、最終地点は小田原まで向かいたいと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。